全部はゲート入り完了スタートしました14番ドラゴンズバックは大きく離れた後方からまずはコーダッシュ1番ケルンコンサート一馬審リードこれを追って16番セイカフォルゴーレ2番手に上がっていって3番手は5番トラストバッキャオ4番手は4番サザンエルフがつけていますその後ろに6番ダルダヌスがいってかわしていく11番ライブサファイアさらには9番アーサー・テソーロがいって一番審後方12番クロッチこの番組の中には10番オールフラッグ7番パルデンスあとは2番の バーニングソウル3番荒風アラカザームが行っています34コーナー中間その後ろに2馬身離れまして15番デルマカンノン13番名将・風景、ケ2馬身離れて8番フォギー大最高峰14番ドラゴンズバックの展開で4コーナーカーブに向かって残り 600m 短期先頭16番聖火フルゴーレリードは4馬身取って第4コーナーから直線の攻防に入りますさあ2番手以下どっと広がって外からは9番アーサー・アーテソー今度は2番手に上がるか 打ち合わせ馬で6番ダルダヌス2番手3番手左右内からは4番サザンエルフ追い込んでくるが大外を通って10番オールフラッグも前に迫ってきた先頭粘る粘る16番聖火フォルゴーレ追って4番サザンエルフ単独2番手に上がって前を追っている3番手から2番手をうかった10番オールフラッグこの3頭の競り合いは4番サザンエルフ10番オールフラッグ聖火フォルゴーレは交代ダルダヌス4番手前はサザンエルフオールフラッグオールフラッグだゴーレ